えー、こんばんばは、えー、お疲れ様です今日もですね、えー、靴の話を、えー、していこうかなと思いますもう、えー、と新しくお迎えした靴、えー、3足の最後になりますえっ、ー、ともうブランド名出てますがオリエンタルですいやーねー足何本あるんだって感じなんですけどもこれこれは欲しかったんですよ本当にちょっと早速開けていきますけど あの、最近ですねあのー、この YouTube を始めてもう1年1年経つか経たないかぐらいなんですけど動画を上げ始めて結構ですねあのー、恥ずかしいんですよこうお店行くといつも行ってるお店に行くとあのー YouTube 見たって言って来られたお客さんがいらっしゃいましたみたいなこと言われるとめちゃくちゃ恥ずかしいんですよねでそのいつもよくして大変お世話になってる靴屋さんにもですねちょっと見ていただいてるそうでこうななん言われるんですよすっごく恥ずかしいんですけどすっごく恥ずかしいんですけどやっぱりちょっともうやっぱりね革靴好きなんですよねそれを恥ずかしいんですけどやっぱりちょっと。 あのー、少しでも多くの方に革靴を履いていただきたい革靴かっこいいなと思っていただきたいっていうもう本当それだけなんです本、ね、当それだけなんであのー、もう「いいね」とかいらないんで <laughs>「いらない」って言ったら怒られるかもしれないですけどあのかっこいいなと思ったらぜひお店に行っていただきたいですねっていうわけで恥ずかしいですけどもう上げ続けていきますではえー、オリエンタルのねえ 最後です。3足目ちょっと開けていきましょうはいよいしょオリエンタルメイフェアっていうモデルです比較的新しいモデルですねどうですめちゃくちゃかっこよくないですかもうちょっとちょっとねえんなんでしょうかっこいい あの川はアッパーの川は、えっと、イルチアのラディカっってていう川を使ってますなミュージアムカーフなんですよねミュージアムカーフであのなのでいわゆるムラ感のある川ちょっと染村とかがある川を使ってるはずなんですよねなんですけどちょっとこれ動画でも伝わりにくいと思いますけどそういう村のある川にパッと見見えないんですよねちょっとちょっとここら辺薄いかなっていう。 ぐらいでもう箱を開けた時に私あれオーダーミスったかなと思ってミスったというかあ,のあれちょっと僕オーダーしたのちょっとミュージアムカーフのつもりだったけどちょっと間違えたかなと思った一瞬思ったぐらいにめちゃくちゃ濃くてよりソリッドな印象の靴でもうなんて言うんですかもういい方にこう期待を裏切られたというか。 そんなな靴になりましたねめちちゃくちゃくかっこいいであのー、ここの文句の美情の色ですね選べたんですけどシルバーかまあこういうもうキラキラのゴールドかこういうアンティークゴールドか選べたんですけどまあアンティークゴールドアンティークゴールドにしましたよねこれちょっとスクエアになってるんですよねちょっとっていうかもうもろスクエアというですかねいやこれがですねあのー オリエンタルさんのインスタだったかなんかで出た時はもう僕これもう好みど真ん中であこれはちょっと履かなきゃダメな靴だと思ってたんですけどうーん思ってたんですけど欲しいなと思ってたんですけどあのー、展開が黒と展開されているのが黒と茶とスウェード茶のスウェードとかだったかななんなん 素材をちょっと変えたいなみたいなのがちょっっとあったんですよねなので欲しいけどデザインもど真ん中だけどなんかちょっといじりたいなみたいなところがあってそのオーダーあのオーダーというかその規制が出たとタイミングでは買わなかったんですよね。でえっ、ー、とそしてまあまあ時間が経ちましてこうフラットですね、えー、とトレーディングポストさんの青山店にこうお邪魔したところですね。 なんとオーダー会やっておられてですねでもうそこにおられたオリエンタルの方とあの有,有名な方ですけどねあの靴磨き選手権でも優勝された有名な方がいらっしゃってその方とお話ししてたらもう運命だなと思って頼むならこの靴頼むならここしかないと思って勢いで行っちゃいましたねもうめちゃくちゃかっこいい靴に仕上がりましたもうねこれえっと 文句ついてるんですけどもう実際ローファーなんですよねこれ外すことはあまり想定されてなくて穴1個しか開いてないんですよで履き口ももうほぼ1対1ぐらいなんでもう取らなくても足すっぽり入るんですなのでえっ、ー、ともうローファーですねで、えー、パーツとしては、えー、ここのエプロン1枚、えー、ここのベルト ここ,こ,こ,、あのー、こっからつながってるモデルあのモデルというかそういうふうにするシングル文句もありますけどこれはもうベルトが1本こうなっててあとはこことあと後ろで繋いでやると12345枚かなぐらいのアッパーが多分繋ぎ合わさっているじゃなかろうかなと思いますねここの U チップあいわゆる U チップ 多分、えー、とこの縫い合わせはあの革をこ,こうやっていわゆる拝もかっていうやつだと思うんですけどで縫ってやってであそうだソールがですね今回きなりにしたんですよねもう何ていうんですかあのもう何も縫ってないもう素材あるがままのソールにしてみました。 マニュファクチャーズもねそうしたんですけどねなんか最近私の中できなりがブームになってましてあのー、もう何も塗らずにお願いしますっていう風に最近は言ってますね、まあ、でも美しいですよねなんか皮本来の風合いがこう見えるというか、うん、僕これ好きですねきなり。めちゃくちゃ好きですいやこれはこれはこれはかっちょいですよ本当に。 いやーこれちょっと今履くと寒いかなと思いますけど履きたくなっちゃいますねこれあやっぱよくよく見るとそうは言い,いながらちょっとムラ感がある部分はありますねこうカルミナのカルミナってゾンタなんですよね確か使っているのはゾンタのミュージアムカーフの方がもっとムラ感があって華やかできらびやかな感じのミュージアムカーフいわゆるムラ感あるなって感じですけど本当にこれは何ていうか ネイビー単色の中にちょっと奥行きがあるようなその2層塗り2層この色が塗り重ねられてちょっと奥行きがあるような色合いですねイルチアのラディカっってめっちゃいい顔ですね私まだマニュフ,ファクチャーズのオーダーの時も、えっと、イルチアにしたんですよイルチアのそれはベティスっていう顔なんですけどものすごくきめ細や きめ細ややかかでで美しい艶やかな川なんですよねイルチアってめっちゃいい川ですねもう私は勉強不足であんまり知らなかったんですけどタンナーとかねアノネーとかあーデュプイとかアースとかあワインハイマーイルチアもっとありますけどゾンタでしょうとかまあありますけどやっぱりそれぞれランクも等々もありですね。 一言では語れないような、あのー、多分数があるんですよなんかシングルクラウンだとかトリプルクラウンだとかあるんですよ確かなんかネットをかいつまんで読んだ情報によるとあるんでしょうけどね、うん、まだまだ知らない顔がたくさんある,あ,あるんでしょうねおそらくいやーでもこの靴はかっこいいいやーかっこいいですねー でオーダーしてから2ヶ月経ってないんじゃないかなもう早いですよね確か2ヶ月ぐらいだったかなと思うんですけどいやさすがメイドインジャパンのクオリティスピードですよねであのオーダーなんであのライニングの色中の色って変えられたんですけど なにあのの自分の好きな色にもう私はオーダーする時はヌメって決めてますもう何の加工もしてないヌメ革って決めてますっていうのはえっと他の動画でもお話しした気がするんですけどあの履く時にあのやっぱ着色してある染めてあるわってちょっと足が止まるんですよねキュッキュッって感じ。その一方でヌメ革ってすごくすあの スッと足が入るんですよね突っかかることなくであのー、汗,汗水分とかはけるのも多分染色してあるやつよりも染色してある皮よりも何も施してない革の方がはあのー、けがいいと思います。っていうのもあってあのー、ねやっぱデザインデザイン的には遊んだ方が楽しいかもしれないですけどこう履いた時の靴というものの機能性を考えた時に私はもうヌメ革にしてしまってますね。 はい、いやーかっちょいいですよねこれ何回言うんだって話ですけどいやお店でパカッて箱を開けた時にあこれやばいのできたなと思いましたねねえいやーこれ夏とかこんなん履いてドライブ行きたいですねこう。 あのでも今半導体が非常に苦しくてあの全然納車の日程が決まらないんですよね多分来月か再来月ぐらいになるんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど、うん、いやーその車来たらねこれ履いて走りたいですねはい。 オリエンタルさんの靴って本当にこのデザインってオリエンタルさん以外で今ここデパートとか靴屋さん行ってないと思うんですよねこうオリエンタルさんにしかないデザインのものが多くて本当に憎いなと思いながらオリエンタルさんでしか買えないじゃんみたいなそういうところもありですねあのオリエンタルさんの靴が増えていっちゃうっていうところはあるんですけどうんあのいい靴だと思います本当にオリエンタルさんの靴。あの個人的には あのー、これ7950だったかな。この,このラストは、えー、そうですね「7950」っていうラストが使われてる,使われてるんですけど個人的にはですねあのー、ビアンコっていう木型がものすごくいい木型だなと思ってそれ使われてる靴も本当に素晴らしい靴が多いのであのー、是非ですねご興味ある方はあのー。 トレーディングポストさんでも取り扱いがありますしワールドフットヤーギャラリーさんでも取り扱いがありますそして阪急、えっと、梅田かな梅田大阪の阪急梅田さんでも取り扱いがございますのでですねぜひお店に行ってあの実物を見てみてくださいであのまあよろしければあのお揃いのオーダーとかあのしていただいてもいいかなと思いますんでねはいあのー、そうですね オーダー買いとかあるときは本当に素材たくさんあって楽しいので、あのー、いろいろ悩みながらオーダーもしていただけたらいいのかななんていうふうに思いますはいいやーそんなとこですかねオリエンタルさんの靴を初めて見たのは私ワールドフットウェアギャラリーさんだったんですよねワールドフットウェアギャラリーさんで、あのー、ビアンコキ型のジャニスヤニスちょっと読み方 JANIS っていうあのヤニスっていう靴があるんですけどそれを見た時にもうめちゃくちゃいい靴で皮すごくナチュラルで,であのウエストものすごくグッて絞り込まれててベベルドウエストで,でヒールカップ小さくてもうすごくあ「なんだこの靴はめちゃくちゃいい靴だな」と思ったの未だに覚えてますけどちょっとそれからずっとファンでですねこう新作出るたびに見に行っちゃいますよね。 あのたまにあのホームページでセールされててそれがめちゃくちゃお買い得だったりするのでオリエンタル気になれてる方はですねオフィシャルホームページのセールの欄からあのご覧になられてもいいかなというふうに思いますはいそんなとこですかねうーんいやーちょっと一気に3足も増やしてしまったことにちょっと反省はしてるんですよね非常に反省していていつ履くんだよみたいなねところもあって。 あるのであのま、ー、ちょっと数は増えるんですけど人に譲ったりもしてるんですけど数増えてもまあ増えた分履けるようにですね頑張って外歩こうかなと思いますはい。あのー、コメントいつも楽しく読ませていただいていますどうもありがとうございますあのー、もう私のせいで靴買っちゃったみたいなコメントとかを見ると私非常に嬉しくなりますあのー これからもそういういいいコメントいただけると非常に嬉しいです。あの,靴この靴どこで売ってますかみたいなこととかあの売ってる靴はあのインスタ見ていただければあの買ったお店全部書いてあるのでそちらに行っていただいてもいいかなと思いますしあのちょっと靴屋さんにいきなり行くのハードルが高いみたいなあの方もいらっしゃると思うのでそういう方はあのコメント欄でもあのちょっとインスタの DM とかあんまり私見れないので見,見れないというか見てない。 でフォローしてないから方からのメッセージって気づかないのであの YouTube のコメント欄からしていただければ私のお答えできる範囲ではプロに聞くのが一番だとは思うんですけどお答えさせていただける範囲ではあのお答えしようかと思いますので、えー、引き続きよろしくお願いいたしますはいそんな感じで、えー、今日はこの辺りにしておこうかなというふうに思います、えー、本日もご視聴ありがとうございましたおやすみなさい